どうした？またしても歴史の改変が起きようとしておる。宇宙の帝王フリーザ、トアはこやつにも力を貸しておるよ。カーレスとスラックもおるじゃろうし、なかなか骨が折れそう。トランクスたちは先に行ってミラの行方を追ってるわ。この前はちょっとカッコ悪かったけど、トランクスと彼のパートナーの実力は信用。あの二人が追っているうちはミラも早々あなたに手を。だが油断は禁物じゃぞ。なんといっても本当に恐ろしい相手じゃ。よいか、お前はまだまだ半人前。くれぐれも無理せず無事。心配だって素直に言えばいい。うるさい。まあ頑張ってこい。まさかこの私に戦いを挑もうとする愚か者がいるとは。まさに身の程知らずは甚だしいというやつですね。すぐにドラゴンボールの願いの叶え方を教える気になるでしょう。フリーザはまだ気づいておらんが、ネイルは自覚稼ぎをするつもりじゃ。今ゆっくりご飯らのもとへドラゴンボールの合言葉がおじまる必要にかなと。だが、パワーアップしたフリーザの相手を拾わせなど、人たないもない。お前がネイルに時間を稼ぐのじゃ。無傷のうちに喋っておけばよく、これが最後の計測にしよう。ミカルにドラゴンボールの願いの叶え方を言いなさい。死ぬことになりますよ。お前ってやつはどこまで強くなるんだ？おかえりなさい。この時間のない時にわざわざ戻ってこさ。はい、じゃあこれね。もう一回行ってらっしゃい。は？は？だから簡単な話よ。な、そんなことって。何バカなこと言ってるのよ。私たちの使命は歴史を守ることなんだから。ってわけだからよろしくね。
待ってたぜ、この瞬間を。ドラゴンボールで永遠の命を手に入れれば、新聖樹の実でパワーアップを繰り返せば、無論カカロットも敵じゃない。全宇宙が。ドラゴンボールを渡せ、ターレス。狙いは同じってわけか。宇宙の支配者はこの俺だ。お前に。またお前か。しつこい。ここはどうだ。まずはこいつを片付けるか。俺たちの邪魔をしたことを。これが暗黒魔界の力を取り込んだ新生物か。いつまでもパワーがまとまってくる。俺は無敵の力を手に入れたのだ。今の俺に勝てると思うか。何かそのパワーと天と地ほどの差があるんだ。仲間にしてやってもいいと思ってたのに。そうすね、仲間にカカロットのわけ。連れて行こうとした俺が、からにもなく甘かった。どうし、何がおかしいやつだ。こんなに強大な力を手に入れてしまったのだ。大宇宙の王の新たなる第一歩、実に喜ばしいことだ。こいつを片付けたら次はお前の番だ。覚悟してくれ。はぐれ者同士仲良くしようぜ。お前が俺の従順な部下になるというのなら考えてやってもらうかな。クリリンさん、大丈夫ですか？ああ、なんとかな。この戦いは危険すぎる。二人には離れてもらった方がいいだろう。そこは任せて。ドラゴンボールを持って離れろって、そんな。俺たちがここにいると、かえって邪魔になる。そいつに任せた方が良さそうだ。ないけど悪いな。オンに切るぜ。なんだ、踏み上げてくる。このドス黒い力は仕業か。まだ何か仕掛けてやがる。実験は成功したみたい。こやつ。その女が飛ばした。横にいる天使が出た。ワンカの時間に広がるよ。何するんだな。限界をはるかに超えた力を引き出す私のさらなる魔術。誰にはその実験台になってもらった。このパワーを相手にどこまで耐えられるかしら。これは素晴らしいパワーだ。先ほどまでのもっかせか。お前たちはこれだ。いや、俺はタレさんの方へ行きます。あなたはミラの相手を。Thank you.
しました。今行きます。ならば死ね。お待たせしました。加勢します。ミラ、あの人に任せておけば大丈夫です。こっちを先にかかってましょうか。やったじゃないか。次もこの調子で頼むぜ。最後の力は凄まじかったの。しかしこれで奴らも終わりじゃ。俺はもう一度ミラの元へ向かいます。そうね、頼んだわよ。あなたはゴハン君たちの方ね。すでにフリーザとの戦いが始まっ、さっき空が暗くなっていたから歴史通り2人がドラゴンボールを使ったんだわ。いやいや、フリーザも本気を出してくるじゃろう。さっぱりしちまって迫力が外見だけで実力を判断するなといういい日本だ。せっかく苦労させてドラゴンボールで狙い叶えてもらったのに。すまん、俺たちを助けられず。やってしまったのに。地獄以上の恐怖を見せてあげた。それとも恐怖のあまり頭に今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってる。ここにいるのは貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず大変だ。本気でスピードを上げたらついてくれるんだね。それで
でもスーパーサイヤ人なのか。以上戦スーパーサイヤ人、ただのくだらない伝説だったんだ。俺はまだ戦う気がまるでなくなっちゃったよ。ちょっと早く。これで。そこまで進まなかった。あとはオラが何とかする。まだくたばってなかったんだね。しぶといやつだったよ。しつこいやつだよ。さすがにちょっとムッときたよ。オラもだ。ウォンのやつはこれくらいな。ちょっと頼まれてくれるか。なんかしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。やるしかねえんだ。そしてあげましょう。ってやつはどこまで。そんな一匹もおらず生かしては解散ぞ。やめろフリーザー。ゴーゴー。許さんぞ。よくもさっさと地球へ帰れ。あ、俺の理想はちょっとでも残っているうちにとっとと消えるんだ。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿待ってるよ。お前はもう謝っても許さないぞ。何者だ。君ご存知なんだよ。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人。ゼットメイン。
だ。お前ってやつはどこまで強くなるんだ。パワーを抑えすぎたか。星の爆発に自分も巻き込まれんのを恐れたからだ。しくじったな。この鬼を呼んで身の安全を図る。やはりお前は甘い。お前は兄さん、このクーラーは弟のようにはいかんぞ。兄さんの兄貴だぞ。どうなったもんじゃ。さっきまでこんな奴がおらんかったはず。今は別の歴史が分かりましたんだわ。俺たちのプライドに泥を塗ったサイヤ人を殴り殺しにしてやるぞ。見せてやるぞ 100% の力を。こいつがウネゼミのフルパワーだ。さあ始めよう。あええとこ片付けようぜ。脱出するため、俺たちがそれを見逃すと思う。時間稼ぎだよ。そんな必要はない。俺は死ぬ。俺からここで、でかい攻撃。そこまでだ。黙らせてやるぞ。この星諸共引き裂いてやる。
ドラゴンボールってみんな。よし、お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせてくれ。訓練の成果が出てきたな。この調子でどんどん行こうぜ。仕留め損ねたか。追ってください。ようやった。あのフリーザ相手に戦って無事に帰ってこれた。お疲れ様。しかしクーラが出てきた時はびっくり。トアとミラのやつ、あんな大物まで仲間に引き入れていたなんてね。俺たちを引きつけている間に独自に動ける連中をスカウトしてきたんでしょうね。ああ、お前もご苦労だったな。あれ、あの子は？ミラを追ってもらいました。あいつらが未来から現れた俺たちの敵、ミラとトアです。あいつの力は底知れません。まだあなたではかなわないでしょう。いずれ戦うことになると思いますが、くれぐれも今回はゆっくり休むといい。次の任務の時まではな。